皆さんこんにちは、科学のお姉さん五十嵐美希です。アナヒコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近激辛ブームじゃない？先生はさ、うん、激辛には大好きだよ。え、大好きなの？某有名店の10辛のカレーにさらに飛び辛のスパイスをかけたカレーをご用意させていただきました先生これもちろん食べれるよね？うん、もう全然大丈夫。よかったら召し上がってください。どうぞどうぞ。いきます。はい、でももう一口食べたら慣れるかもしれないから、もう一口食べてくれ。喉が、さすがにこの10辛の飛び辛スパイス入りは食べることはできないか。いや待って、アナヒコ君、科学の力でなんとかできるかもしれない。なんてさすがの先生でも無理なんじゃない？いや、やってみる。それじゃあ一緒に、はい、レッツサイエンス。辛さに対抗する仮説その1、ドーパミンを出す。どういうこと？辛さって痛覚、痛みね。はいはいはい。だからドーパミンを出すことによって、脳内で紛らわして感じないようにするっていう仮説です。なるほど。それはどうやってやるのかな？ドーパミンはすごく幸せな気持ちにこうなるときに出るから、はいはい、私が幸せになるのはやっぱダンスをしてるときなんでミュージックスタート。早速カレーを食べていただきましょうか。そうね、食べてみようか。はい、楽しみだな。どうなってんだろう。本当にこれで食べれるようになるのかな。先生どんな感じ？あ、でもダメ。ダメ。結果ダメかい。じゃあまだこれだけじゃ食べれなかったということで。はあ、辛さに対抗する仮説その2、油分でくるんでしまう辛さ。でも舌に触れないようにしてく。イメージはできるけど。ね、ラード。ラード？カレーの中に混ぜて。カレーの中に。溶けた溶けた。あ、溶けた。うん、まあ、さっきのドーパミンよりは。ドーパミンよりはなんか。いただきます。はい、うん、あ、まろやか。まろやか。なぜあんまり辛くない。あららららららら。辛くない。おすすめかも。あ、二口目、うん、いやなんかちょっと悔しいけど。いや、そりゃそうだわ。あ、よかった。ラードで食べれるよ。食べれる。辛さを抑える仮説その3、他の味覚で薄める。もうごまかすみたいになってきたけどどういうことですかこれは。そうね、人間には5大味覚っていうのがあって、このチョコレートで入れたらその甘みがもしかしたら痛覚に勝つかも。チョコレートの甘さで薄めると。薄めてみる。じゃあこれね、このまま入れてみますね。はい、はい、きっと美味しいだろうなこれ甘い。甘い。ないけど辛い。もうなんかね、でも全体的に美味しい。なんか甘さきて、きたなと思ったらまた辛さみたいな感じで、なんか結局辛いみたいな感じ。じゃあ結局これはおすすめはできるかできないかっていうと。できないかな。できない。辛いもん。辛さに対抗する仮説その4。いくつあんだ口の温度を下げる。お、シンプル。どういうことでしょう。痛みを感じるものと温度を感じる、2つを感じる受容体が実は一緒だということが分かっていて、これが43度以上になると辛ってこうまた感じちゃうんですね。なのでまずこの氷で口の中を冷やした状態でカレーを食べれば痛みは感じないんじゃないかっていう。じゃあ早速なんですけど、氷をね、はい、氷をね食べるよ。召し上がってください。じゃあ、はい、いただきます、はい。おいしいでした。お、すごく寒くなってきた。よし、じゃあ先生召し上がってください。はい、いただきます。お願いします。あ、うん？これはやっぱダメか。最初は本当に感じない。お、だけど結局カレーがあったかいから戻る。うん、でもね、最初は全然感じない。一時的に抑えるのにはいいかもしれないね。なるほどね。うん。ダメだね。ダメだね。カレー買ってきてくれてありがとうね。辛かったけどすごいね、美味しかった。お、急に俺言われてびっくりした。で、結果はどうなったのかな。そうね、辛さはね、やっぱでも今回ラードが辛さをね感じないようになったっていうのはすごい発見だったかもね。確かに、ラード入れることによってまろやかになって、うん、痛みをねこう感じなくなるっていうのは今回実験できたからよかったかな。新しい発見ですね、うん、僕も先生がカレー食べてるの見たらお腹空いてきちゃったな。じゃあね、ここ、これあ、ラードも置いとくからさ。あ、もうお願いします。一緒に食べてみて。ぜひぜひぜひ。食べさせてもらっていいですか
まあでも美味しくいただきます、まあね、うん食べてね。じゃあまたね。くそ。この動画がためになったというお友達はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。あと先生に質問ややってほしい実験があったらぜひコメント欄にも書いてね。お待ちしてます。